皆さんこんばんは、 MK です。ペーパーマリオ RPG パート10やっていきましょう。前回なんとかマリオたちでゴンババを倒して、その後ピーチ姫を操作してメガバッテンの基地を探索して、今度は今クッパのパートになったところでございます。なんだかいろんなキャラクターの視点で物語が進んでいくのも結構楽しいよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どうやらカメックババに呼び出されたみたいですけども、おお、クッパ様、カメックババがやってきました。そう、カメックババはね、マリオストーリーの頃からいるクッパの側近的な存在でございますが、大丈夫？結構廊下長いから疲れちゃってますよね。ぜいぜい、おばあちゃんだからあんまり無理しないで。ただいま戻りましたです。じゃあお待たせして申し訳ありませぬ。カメックババよ、我が輩を呼び出すとは一体何なのだ。まあそう焦らんでくだされ。ご本なんか用があるんだよね。実はマリオのやつめがゴロツキタウンとかいう街へ向かったようなのです。じゃあ、マリオが何をしようが我が輩の知ったことではない。まあそうだよね、前作のマリオストーリーでは結構痛い目を見てますから、いちいちそんなことで呼び出すでないわ。それがですな、クッパ様、マリオは何やら大層なすごいものを手に入れようとしておるのです。じゃあすごいもの、お宝となればクッパも結構興味あるんじゃない？すごいものだと、マリオはスターストーンなる星の形をした石を探しておるようなのです。じゃあこの石が一体何かは現在調査中ですが、きっとすごいものに違いありませぬ。スターストーンか、世界征服の役に立つものなら我が輩が手に入れたいものであるな。ふむ、引き続き調査するのだ。はい、お任せくだされ。ところでクッパ様、卵焼きはお好きですかな？卵焼き、まあ MK さんは結構好きですよ。卵焼き大好き。卵焼きは大好きだぞ。だがどういうことだ？はい、マリオを偵察するとき立ち寄ったドラドラ平原がとても景色の良いところでしての、今度は皆でお弁当を持ち寄りピクニックをする計画を立てまして、もちろんクッパ様もご一緒にと思いましての、ヒャッヒャッヒャ。そんなことしてる場合じゃないよね、バッカモン。え、遊んでいる場合ではないぞ。お前たちがそんな調子だから我が輩の世界征服はいつになっても叶わないのだ。うが、まあ遊び心も大事だとは思いますけども、暴れ出しちゃった。あわあわ、クッパ様落ち着いて。お、カメックが来ましたよ。ん、なんじゃ、何か新しい情報なんじゃない？ゴンヨゴンヨ、なぬ、それは本当か？ちょ、クッパ一回落ち着いて。クッパ様大変です。じゃあなんとピーチ姫がゴロツキタウンにて何者かにさらわれたようです。じゃあ、お、ピーチ姫のこととなればクッパも黙ってられないね。なーに、本当なのか？カメックパパよ、一体どこのドイツだ、そんなふざけたことをするのは。いや、いつもあなたがさらってるんですよ。ふざけたことを一番してるのはクッパなんですけども、それはまだ分かっておりませぬ。ただいま調査中です。じゃあ、しかしピーチ姫がさらわれたのは確かな情報ですぞ。我が輩を差し置いてピーチ姫をさらうとは全くもって絶対に何が何でも許せん。あ、自分がさらうのは許せるんだ。こうしてはおれん。とにかくゴロツキタウンへ行くぞ。ピーチ姫を奪い返すのだ。ああ、急いで走り出してしまいましたが、カメックババは歩くの遅いね。おお、クッパクラウン。このペーパーのクッパクラウンはマリオストーリーの頃からデザイン変わってませんね。ああ紙だからって壁を壊すんじゃないよ。周りの人たち動揺しなすぎじゃない？あ、クッパ様待ってくだされ。カメックババもほうきで飛んでいきましたが、ちょっと後で直しといてね。クッパ城、紙だからすぐ直せるか。ということで、どうやらクッパたちはゴロツキタウンに向かったようですけども、お、今度はマリオのパートに変わりましたね。ちゃんとこうやってパート変わるとき、あの顔でね、ペラペラとやってくれるの分かりやすくていいですよね。ノコ太郎、マリオさんについていくというのか。はい、お父さん、僕はマリオさんと一緒に冒険を続けようと思います。ノコ太郎、強くなったね。そして僕、必ずお父さんみたいな強い男になって帰ってきます。よく言った、それでこそわしの息子だ。ノコ太郎、これだけは忘れるな。お前は私の息子で、私はお前のお父さんなのだ。なんかちょっと深いような気もするな。ノコ太郎、私待ってるわ、あなたが一人前になる日を。あ、ちゃんとノコリンも認めてくれたんだね。うむ、もしも何かあったならいつでも村に帰ってきなさい。遠慮はいらぬぞ、ここはお主のふるさとじゃからの。みんな優しいね。はい、ありがとうございます。では行ってきます。よし、じゃあ一緒に冒険しよう。お待たせしました、マリオさん。さあ、どこへ向かいましょう。一度ゴロツキタウンへ戻りましょう。覚えているかしら、マリオ。え、なんだ、千年の扉の前で魔法の地図を掲げれば星の導き、星の石のありかを照らす。そうですね、これには続きがあってね。え、
続き、星の石は次なる星の石の在りかを示すと言い伝えられているの。つまり見つけたスターストーンをもう一度千年の扉に持っていけば、なるほどね、次のスターストーンの在りかがまた魔法の地図に示されるってことですか。そういうこと。さあ行くわよ。クリスチーヌちゃんも可愛いな。よし、じゃあノコ太郎、別れはいいか。また強くなって帰ってこような。あ、あぶねえ。そしてそこにあるバッジ取っておきましょうか。呪いによって、ペラペラになれるので、オッケー。危険でパワー P のバッジをゲットだ。仲間の残り HP が1になると攻撃力が5アップする。ちょっとリスキーかな。それは仲間の体力1で放っておくのも良くない気がするしね。まあまあまあ、とりあえず持っておく、持っておくだけ持っておきましょう。じゃあ一旦この辺で買い物する。そう、ゴロツキタウンよりもね、この花花村の方が安いんですよ。ファイアフラワーとかちょっと買っておきましょう。アイテム数15分の6だから結構買ってもいいかもな。これ使うんだよね。はい、2つ買って、もう1個ぐらい買う。あー、ちょっとノコ太郎叩いてしまいましたが、もう1個買う。もう1個買うか。はい、ファイアフラワー結構買いました。そしてパウブロックも買ってってもいいかもな。はい、パウブロック1つ、もう1つ買おう。あ、っていうかさ、もうちょっとでポイント20だぞ。これ20まで買った方がいいんじゃない。ふにゃふにゃもありだけど、1個も持ってないのをとりあえず買っとくか。そうだね、じゃあ防御力アップカチカチコーラ1つ買わせてください。そしてこれでポイント20、ポイントが20ポイント貯まりました。氷の息吹をプレゼントいたします。これは吹雪で全ての敵に3のダメージを与え、さらに敵を凍らせる。え、ってことはファイアフラワーの完全上位互換だ。どこで売ってるんだろう。そして次は30ポイントでスーパーキノコか。まあスーパーキノコはあんまり今は使わないかもね。とりあえず、ゴロツキタウンに戻ってまたいろいろ考えましょうか。体力をさ、上げてるわけじゃないから多分キノコが5回復、スーパーキノコは10とか15だよね、言っても回復幅は。それじゃ意味ないかな。そういえばマリオさん、スターストーンは見つかったけどピーチ姫には会えませんでしたね。ピーチ姫は一体どこにいるんでしょうか。無事だといいんですけど。確かにどこにいるんだろう。おー、なんだ、マリオが震え出した。どうしたんです、ブルブル震えてますけど。体の具合でも悪いのですか。いやいや、多分メールが届いたんじゃないかな。はい、メール見ていきましょう。おー、なんだそれ。ゲームボーイアドバンス SP、マリオへこのメールが無事にあなたの元へ届くことを願って送ります。ピーチのメールだ。あのテックで送ってたやつか。私は今捕らえられています。ここがどこなのか分かりませんが、今のところ私は無事です。私を捕らえた者たちは私があなたに送った地図を探しているようです。おそらく彼らはあの地図をもとにスターストーンというものを見つけようとしているのでしょう。彼らが何を企んでいるのかよく分かりませんが、悪い予感がします。あなたが地図を持っていることも彼らに知られてしまったかもしれません。くれぐれも気をつけて。いや、それはピーチ姫があの場でマリオって言ったからでしょ。私のことは心配しないで、ピーチより、ということで。なんかピーチ姫はいつも手紙だな。それってピーチ姫からのメールですよね。ひとまずピーチ姫は無事みたいですね。よかった。そうですね、よかったよかった。でもさらった者たちもスターストーンを探しているだなんて。僕たちも早くゴロツキタウンに戻って次のスターストーンを探しましょう。ゴロツキタウン、今クッパも向かったみたいだから勝ち合うんじゃないか。大丈夫か。まあまあまあ、別にね、今特にクッパの野望をマリオが止めようとしているわけじゃありませんから、クッパに攻撃される筋合いもないじゃないんですけどね。そしてこの辺りの敵は一度戦っているのでスルーさせてください。同じ敵は戦わないという方針でやっていければと思っておりますので、そこら辺はご理解ください。ということで、この辺りの仕掛けももう用事はありませんね。よし、じゃあゴロツキタウンにつながる土管通っていきましょうか。この土管って地下につながってるんじゃなかった。ってことは、あー、また一回戻んないといけないのか。こっち側、あ、それさ、いや、いけないのか。あー、特に、あれだな、ノコ太郎がいたところで、仕掛けがさらに楽になるというか、進むわけではなさそうですね。はい、そしたらこの辺りもジャンプで通っていきまして、あ、待てよ、ちょっと前にさ、あの、土管、通れるとこなかったか。ほら、そこの柵、あら、多分あれ、ペラペラで通れるぞ。言うてもまあ後でもいいかもしんないな。一旦ゴロツキタウンに戻ってからいろいろ考えましょうか。こいつらもうしょうがないからハンマーで倒すぞ。はい、ここ、お、エクセレント、アクロバット、アクロバット、素晴らしい
うわまた毒キノコ揃ってる。そう結構毒キノコばっか揃うんだよな。はいほいほい、オッケー。アクロバットその2回目わかんねんだよな。タイミングはカールみたいなバッジが早く欲しいですね。あるとはあのカンフーキノピオが言っていたんですけども、どこにあるかまでは教えてくれなかったんですよ。はい体力も回復しまして、ここ行けるんだけど、まあ後だな。ちょっとゴロツキタウンに向かって、まずは何するんだろう。まあまあまあとりあえず千年扉、いやどっちが先だ千年扉先行く。ゴロツキタウン帰ってきちゃったけど用事あるから。あルイージー、おいルイージ何やってんのこんなとこで。君、ヤニさんこんなところで会うなんて奇遇だね。みんなゴロツキタウン来てんの。クッパも来るみたいよ。僕かい、実は僕怪物クリキングにさらわれたワッフル王国のエクレア姫を助けるために冒険をしてるんだ。なんだなんだ、ちょっと情報量が多いな。クリキングはマリオストーリーの一番最初のボスだよね。あいつがなんかワッフル王国を狙ってんの。実はこの間ワッフル王国のクレープ大臣に会ってきたんだ。クレープ大臣、その時の話を聞きたいかい。ただちょっとばかり長い話になっちゃうけど、まあ、じゃあ一応聞こうか。長い話ね、話すと長くなるんだけどね。この間兄さんがピーチ姫の手紙を受け取ってさっさと冒険に行ってしまっただろう。仕方がないから僕は一人でお料理をしていたんだけど、そしたら手紙が届いたんだ。手紙にはこう書かれていたんだよ。マリオ&ルイージ様、私はワッフル王国の大臣クレープであります。実は先日クリキングという恐ろしい怪物が現れてエクレア姫をさらっていったのです。どうかお願いです。我々に力を貸してください。あなた方だけが頼りなのです。ちょっとマリオ寝てるよマリオとノコ太郎寝ちゃったよ、話長くて。よろしくお願いします。ワッフル王国大臣クレープ。とまあこんな感じだったんだ。兄さんがいなかったけれど放ってはおけないと思って、そこで僕だけがワッフル王国へ行くことにしたんだ。もう全然聞いてないよ兄さんが兄さん寝ちゃってるって。作りかけのお料理のことを忘れないようにメモしてからすぐに出発したよ。ワッフル王国へ着いた僕はそこでクレープ卿から詳しい話を聞いたのさ。クリキングというやつ全然聞いてないよマリオ。ちょっとルイージ、クリキングというやつがエクレア姫をさらったんだけど、一体どこへ行ったのかはさっぱりわからない。占い師のお告げによると奇跡の羅針盤のパーツを見つけなきゃいけないらしいんだ。奇跡の羅針盤は古の呪いによって7つのパーツに分けられていて、世界のあちこちに散らばっているみたいなんだけど、奇跡の羅針盤のパーツはそれぞれお互いのありかを指し示すらしいんだ。もうほとんど一緒だな、やってること。スターストーンと変わんないな。エクレア姫がつけているティアラには羅針盤のパーツが埋め込まれているから、羅針盤のパーツを集めていけばいつかきっとエクレア姫にたどり着けるんだって。いやルイージテンション高いけど聞いてないんだよな、もう中盤からずっと。早速ワッフル王国に伝わる羅針盤の台座に大臣が持っていた羅針盤のパーツを埋め込むと、羅針盤は光り輝いて遥か南プディング大陸のゴロゴロ火山を示したんだ。ちょっと単語が多いな。だから僕はこのゴロツキタウンから船でゴロゴロ火山に向かおうとしていたところなんだ。行く手に大きな危険が待っているようが、僕は負けないよ。何としても姫を救い出すんだ。もうあまり起きた。もっと他の話も聞くかい。あー大丈夫です。てかもうないしね。僕の話が聞きたくなったらいつでも声をかけてね。いやもういいかなあなたの話は。そして社員結構集まってるからさ、パワーアップした方がいいんじゃないか。ここはデアールの館で R。社員3つでお主の仲間をパワーアップしてやるので R。さあどの仲間をパワーアップさせるであるか。ここはでもとりあえずクリスチーヌちゃんだよね。敵を連続で攻撃する技連続頭突きを使えるようになると。ちなみにノコ太郎はマリオを攻撃から守る技甲羅の守りを使えるようになる。あこれ攻撃の方がいいな。社員を3つ使ってクリスチーヌをパワーアップさせるであるか。させるである、お願いしますである。クリスチーヌちゃんあるあるある、どういうことよくわかんないけどである。それが呪文なのか。おおすげえ。なんか今ペーパークラフトみたいに紙でパーンと周りの建物が広くなりましたね。そしてくるくる回ってクリスチーヌちゃんどう？あ喜んでる。他にもまだパワーアップさせるであるか。いやもう社員がないのである。また来るのである。やったークリスチーヌちゃんがこれでパワーアップしました。もうルイージはいいよ。一旦フランクリ先生話しとく。いやまずは千年扉の前だよね。あそこに行って
ちょっとスタンストーンを掲げてそっからいろいろ話を進めましょうか。どこにあるんだったっけ、千年の扉。あ、ここか。なるほど、ショートカットできるようになったんだな。今まではそっちをぐるっと回らないといけなかったけど、ゴンババ城でかけられた呪いによってここを通れるようになりましたと。さらに奥のところもなんか今の方法でいけそうだけど、まあそれは後で考えましょう。っていうか今のもこれ下降りちゃえばよかったのか。あー、いろんなところがショートカットできるようになるんだね。ちょっとちょっとマリオくん落ちないで、そういうところで。ここも行けるな。まあでもまずはあれだな、扉だな。扉に行ってからいろいろ考えましょう。ここ入ってあれどうだったっけ、紙飛行機で行くんだよね確かね。あー、分かった分かった、その上だ。そこのでかいブロックのさら、危ねえな。さらに上のところにこっから紙飛行機で向かってって千年の扉だった気がするぞ。ここだよね。ここであれ呪いがかけられた。噛みすぎだろ。そこで呪いかけられたから合ってるはず。こう来てほう、あ、うそうそ、あら、もしか。待ってよ、なんで今の。あーっと、ガードも効かない。先制攻撃ってガードできないんだったっけ。あー、観客も一人いなくなっちゃった。ここ、うわー、体力3か。ちょっとクリスチーヌちゃんのじゃあ新しい技見てもいいか。連続頭突き、ヒンニャーに行っちゃってください。ほい、連続頭でも2だな。2強いかも。ちょ待てよ、一旦マリオちょっとジャンプで奥のやつ行ってもらって、ほいほい。でヒンニャーの攻撃、これさ、スーパーガードで終わらせるっていう手もあるぞ。落ち着け、ここ、いえ、オッケー。うまいね。ちょっともう一体もこれでいっちゃおう。ほい、あら、スーパーガードシビアだよね。そしたらクリスチーヌちゃん、あ、連続頭突き、ちょっと FP 使うからやめとこ。おいおい、オッケー。あ、でも強くなってんのか。2-2だから、あ、シンプルに攻撃力上がってる。あれ、そんなことないっけ。1-1じゃなかった今まで。で待って、もう一回行かないといけないわ。ヒンニャー無視するよ。ヒンニャーってまずどういう名前なの。ヒンニャー全然わかんねえな。元のね、どういう、クリボーとかわかるじゃん、栗の坊主みたいな、そういうとこから来てるでしょ。ヒンニャー、ヒンニャーってなんだ。ほーい、ほーい、ほーい、オッケー。ここも多分さ、そのでっかいブロックが壊せるようになればショートカットできるんだろうな。ということで千年の扉やってきましたが、待って、こっち行けるぞ。今のうちに行っとこう。あららら、待って待って待って、ジャンプで、え、紙飛行機、この先はなんかあるよね多分ね。ほーい、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 来たー。なんかバッチとかあるんじゃない、ないかな。こっち側抜けれる、抜けて、え、扉入ってみましょうか。左側何か隠されているんでしょうか。何か、あー、ここまだだな。入るな危険。この図鑑は地の底につながる100階ダンジョンの入り口なり。やっつけアタック、やっつけ入れは効かないので注意。これ、やり込み要素ですわ。あとだ。ちょっと今言っても絶対勝てないから、これ後ですね。一番深く潜った回数0回。あー、ここで見れるんだ。後だ。これはもうクリア後に来るところでございます。そう、100階ダンジョンってのがあんだよね。スーパーペーパーマリオとかにもあったから分かってる方いると思うんですけど、もうめちゃくちゃやばいやり込み要素なんですよ。後で頑張りましょう。クリア後ね。さあ、マリオ、スターストーンを掲げましょう。もちろん MK さん100階ダンジョン全部やるので、そこのところは、ご安心くださいというか、ご期待くださいということで、スターストーン掲げて、次のスターストーンのありかを地図に示してもらいましょうか。いつものガスコンロ的なのが発動しました。して、え、あ、ちゃんとそこにスターストーンがあれなんだ、納品されるんだ。へえ、おお、扉のところも光りました。これはなんか集めがいあるな。残り 1,2,3,4,5,6 個、頑張っていきましょう。そして次のありかは、まあメガバッテンが不思議の森と言っていたので多分森にあるとは思うんですけども、左側か、森は、うわ、上か、上だな。あー、そんな感じだったな、なんとなく思い出したわ。あったね、そんなところも。お、スターストーン、今度は緑か。ありかが書き記されました。よ、あれ、のこ太郎どこ行った。あれ、さっきまでいなかった。魔法の地図にスターストーンのありかが書き記されたということで、これはメガバッテンに取られないように気をつけましょうね。見て、マリオ、次のスターストーンのありかが書き記されているわ。でもこれがどこなのかちょっとわからないわね。まあどっかの土管から繋がってるとは思うけど、フランクリ先生に見てもらいましょう。なるほど、フランクリ先生ね。じゃあ向かっていきたいと思いますが、あ、
勝手に行ってくれる感じ。おお、助かる。毎回移動しなくて済むね。ふむふむ。なんかわかりますか、フランクリ先生。久しぶりの登場でございますが、一応こんな感じです、現状。なるほど、わかったわい。お、さすが。それで次のスターストーンはどこにあるんですか。不思議の森だよ。その森にある大きな木の中に二つ目のスターストーンがあるようだ。大きな木の中。わかりました、不思議の森の大きな木、うん、その森には確かこんな変わった小さな生き物が住んでいたはずだわ。あ、こいつ見たぞ、地下でいたな。ゴロツキタウンの地下に不思議の森につながる土管も町の地下にあったはずだ。なるほどね。ところで先生、ピーチ姫のことなんですが、少し前にマリオのところにピーチ姫からメールが届いたんです。メールにはピーチ姫をさらった者たちがスターストーンを探していると書かれていました。それからピーチ姫がいる場所についてはピーチ姫本人も分かっていないようです。なんかこううまくわかりませんか、その辺も。ピーチ姫をさらった連中もスターストーンを探しているとは、一体何の目的で、果たして伝説の宝とは何なのか、わからんことが多すぎる。いずれにしても手がかりはその地図とスターストーンだけのようだ。じゃあ私たちは次のスターストーンを探しに不思議の森へ向かいます。そうだな、うむ、頼むぞ。連中が探しているというのも嫌な予感がする。奴らより先に手に入れるのだ。ただし体力やアイテムが減っているようなら、宿屋やお店に寄っていくのも忘れんようにな。わしはスターストーンや伝説の宝が一体何なのかを調べておこう。この大量の本の中に答えが書かれているんですかね、そこはちょっと微妙な気もしますが、じゃあ進んでいきま。びっくりした、キノキノブラザーズ入荷の お知らせ。マリオ様、いつもキノキノブラザーズの店をご利用いただきありがとうございます。お問い合わせいただいておりましたコンタクトレンズがこの度入荷いたしましたので、ぜひお店にお立ち寄りください。キノキノブラザーズの店、ありがとう。それ欲しかったんだよ。コンタクトレンズがないと西側東側かに行けないと言われておりましたので、じゃあコンタクトレンズ購入しましょうか。あのナンシーさんでしたっけ、ちょっと物分かりが悪いみたいだからコンタクトレンズあげましょう。いくらなんだろう。はい、あった、あ、10コインでいいの、ありがとう。コンタクトレンズはコイン10枚になりますがよろしいですか。よし、じゃあこちら、目が悪い人が使うもの、マリオには関係ないと書かれていますが、購入しました。ありがとう、キノキノブラザーズ入荷してくれて。よし、じゃあナンシーさんに渡しに行きましょうか。はい、コンタクトレンズあげるよ。コンタクトレンズを持ってきたのかい。はい、持ってきたよ。これでしょ、ちょっと素手で触るのは変な話ですけども。ついた、見える？ああ、コンタクトレンズ、世界がくっきり見えるよ。ああ、なんて幸せ。いや、なんか度数とかそういうのないんですか、適当に買ってきちゃいましたけど。もう怒ったまま行っちゃう、これからは気をつけるんだよ。はい、なんかお料理得意みたいだからまた後で立ち寄ることにはなると思いますが、左側探索してみましょうか。おお、ゴロツキタウン西エリア。え、なんかいろんなのがあるよ。噴水も綺麗。あなたは？はあ、癒される。ここはお気に入りの場所なんだ。ゴロツキタウンでは唯一和める場所なんだよ。まあ確かに、あとはなんか治安悪そうだしな。この辺りって行く必要あるかな、現状。あ、怖がってるキノピオがいるよ。この前そこにある溝に落ちそうになって危なかったんだ。あの溝はきっとあそこに繋がっているんだよ、ブルル。え、行けそうだな、行ってみるか。ほい、落ちたら、ここはあそこに繋がってる？どういうこと？おお！ゴロツキタウン地下1階？何ここ？え？来たことないエリアだぞ。うわあ！ヒンニャーの強いやつがいる。ちょ、待て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 。これどっか、いいとこ行けんじゃねえのか？こう来て。え？どこに繋がってるんだろう？右側進んで、今まで、おお！こっち側！行ったことなかったエリアだ。すげえ、こういう裏とかなんかあるんじゃないの。おー、来たー、星のかけらゲット。やっぱりこういうのは見ておくべきですね。そしたらここの扉も入ってみましょうか。あれ、開かないのか、現状だと。うん、入れないのね。おや、見ない顔だな、あんた誰だい。はあ、さては地上で悪さしすぎて街にいられなくなったってわけか。いや、そういうことじゃないよ。え、違うって、それは失礼いたしました。え、なんかここ地上じゃ暮らせないような奴らがいる場所ってこと？あんまり近寄らない方がいいかもしんないぞ、マリオ。そしてこういうところもなんかありそうだけど、あ、宝箱、これ開けちゃってもいいですか？はい、中からはふにゃふにゃふみーのバッジをゲットだ。うまくいくと敵をふにゃふにゃにして少しの間防御力をダウンさせる。え、強くない？ありかもしれん。そしてあなたは一応話を聞こうか。いや、君もここを調査しに来たのかい。え、冒険か。へえ、冒険家なんて職業初めて聞いたよ。まあ、職業ではないかもしれないな、確かにな。え、この辺りとか他
他にまだありそうじゃない？裏とか星のかけらないですか？あ、そういえばあの人バッチ交換してくれると思うので、もうちょっとしたら話しかけに行きましょうか。あなたは？いや、健康が一番、エディです。君はアクロバット技というのを知っているかな？アクロバット技を決めるにはバトルで技を繰り出すときにどこかのタイミングで A を押すんだ。うまくいけば観客は一気に大盛り上がりだよ。どのタイミングで押すかは技によって違うんだけど、特別に一つ教えてあげるよ。ありがとう。君がジャンプでアクションコマンドを決めて跳ね返った時、一番高いところで A を押すんだ。それは知ってるな。難しそうだって、ホットなスピリットがあればきっとうまくいくよ。それ知ってたな。知らないやつを言ってほしかった。そして上にも行けそうだぞ。ゴロツキタウンの地下、まだまだ行ってないところが多いんですね。ここは、あ、開いた。なんかいろんなもの売ってるよ。なになに、じわじわキノコ。少しの間 HP がじわじわと回復する不思議なキノコ。で、じわじわシロップ、ウルトラキノコ。食べたら50回復はちょっと早いかもな。わー、ロイヤルゼリー50回復早いな。金の延べ棒、金の延べ棒3本分。金の延べ棒って何に使うの？いらっしゃいませ、チカチカショップへようこそ。どんなご用でしょうか？いや、大丈夫ですけど、またどうぞ。金塊ね、一応ここに売ってるというのは覚えておきましょうか。そしたらこういう裏とか怪しくない？星のかけらとかあるんじゃないの？ないねないのか。そしたら、あ、たたたたたた、左側も行ってみましょう。あそこがあの店屋だったってことは、ここ宿屋か。うわ、なんかいるぞ。あなたは？こんにちは。こんにちは。あっしはスゴローっちゅうケチな情報屋でやんす。こう見えてもあっしは結構いろいろなことを知ってましてね。もしかしたらお役に立つ情報をお教えできるかもしれないでやんすよ。ちょいと何か聞きたくなったらいつでもあっしに声をかけてくれるといいでやんす。ご婚姻いただけるんなら大きな扉のことをお教えするでやんすよ。大きな扉？千年の扉のこと？教えてもらわなくてもいいかもな。でも一応聞いとくか。はい、ご婚姻払うよ。何、大きな扉？この地下のどこかにとても大きな扉があるでやんすよ。あっしはまだ一度しか見たことがないでやんすが、もし本当にこの町の地下に財宝があるっちゅうんなら、その奥が怪しいとあっしは睨んでるでやんすよ。でも前に扉を見た時、なんだかとても危険な匂いを感じたでやんすから、それ以来あっしは一度もその大きな扉に近寄ってないでやんす。危険な匂い？え、本当にお宝あんのか、あの扉の中。ということで、また何かありやしたらあっしに声をかけるでやんす。他に何かご用でやんすか？他に何かあるの？情報は？ご婚姻いただけるんならゴロツキタウンの伝説のことをお教えするでやんすよ。まあまあまあ、一応聞いとくか。はい、ゴロツキタウンの伝説ね。このゴロツキタウンの地下にはものすごいお宝が眠っているという伝説があるのは知ってやすかね。なんでも大昔に滅んだ町の財宝だそうで、まあ世間では所詮おとぎ話だと言ってやすがね。アッシがゲットした情報によると、どうやらそのお宝伝説は本物らしいんでやんすよ。え、どこからその情報を入手したかって？そいつは言えねえでやんす。いわゆる企業秘密でやんすよ。と、こんなところでやんすかね。現状だとあんまりいい情報はないな。バトルのテクニック、いや、ちょ、もういいわ。もう君あんまりいい情報持ってなさそうだ。やめた。ということで、はい、君の情報ここで終わり。俺もいろいろ知ってるボム、本当だボムよ。例えば風が吹くと桶屋が儲かるボム。待て、これなんかヒントだな。なんでかは知らないボム。まあまあまあ、そういうことわざがあるんだけど、このゲームにおいては多分ヒントだぞ。おお、お客さんかい？こいつ何でも知ってるんだぜ。あんたもいい情報をもらっていけなよ。ちょいとコインが必要だけどな。なんかこの後必要なキャラクターなのかな。マスターは？ここは情報が交錯するあなたのとっておきの隠れ家、マスターケーブルの店です。どうぞごゆっくり。まあまあまあ、とりあえずここに情報屋がいるということは覚えておきましょう。そしたら右側も進めないし、一旦戻ってもいいですけど、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回はもう少しゴロツキタウンを探索してから不思議の森に向かっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。